クエンティン・マサイスによるアン・アレゴリー・オブ・フェイヒー、16世紀初めうどんとは、知性、理解力、理性、起点、または判断力の欠如のことである。おそらく、先天性のもの、偽り、あるいは悲しみや、精神的外傷、という状況に対しての防御としての反応である。ピーテル・ブリューゲルの彫刻、1556年、兄弟。 エーエルリチストデンイセルテルスコラモムリレン、イストエーネニイセルハイイエヌゾルグンピトベイダーケーレン。たとえロバが学ぶために学校に行ったとしても、馬として彼は戻らないだろう。グドンは愚かである状態や特性、または愚かであることの特質を示す行動や考えの、ことである。グドンの英訳であるストピレティの語根であるスチューピットは、 形容詞や名詞として働きうるが、ラテン語の動詞で、麻痺している、驚かされるを表すストッパーに由来し、ストッパーに関連づけられる。ローマ時代の文化では、ストピダスは、演芸の中で専門のボケ役であった。メリアム・ウェブスター・オンライン辞典によれば、ストゥーピッドと、ストピデキという言葉は1541年に、英語に入り込んだ。意図的であるにせよ、偶然であるにせよ、グドンは、 知的能力の欠如による人間の悪事の軽蔑的な名称として、フール、イディオット、ダム、モーロンと共に生まれた。現代の英語でのスチューピットは幅広い適用範囲を持ち、頭の働きが鈍い状態、感情や気持ちの鈍感さ、興味や要点の理解の欠如という意味がある。また、それは、 推測能力の先天的な欠如、または一時的に呆然としたあるいは遅い思考の状態もまた意味する。アンダースタンディングストピデティの中で、ジェームズ・カイ・ウェルズは、このように愚動を定義している。その用語は、知識はあり、熟考しているにもかかわらず、不適応だと考えられる知性を示すときに、用いられるだろう。ウェルズは、愚動を無知とは区別する。 人は彼らが彼らの最悪の関心で行動していることを知らねばならない。二つ目に、それは強制的な行動や偶然でなく選択的でなければならない。最後に、それは不適応であるための活動を必要とし、その点でそれは行動者の最悪の関心で行動しており、特に新たな情報や現況への適応を阻害するために行われる。経済史学者である。 カルロチッポラは人間のグドンについてのザベーシックローズ・オブ・ヒューマン、ストピデティのような評論で有名である。彼は愚かな人々を集団として、マフィアや工業団地のような主要な組織よりも、はるかに力強い集団として捉え、それは規制や指導者、生命書がないにもかかわらず、何とかして極めて効果的に、驚くべき、協力の下で採用する。 これらは、チポラの5つの根本的な愚鈍の法則である。いつも、そして不可避に、私たち一人一人は活動している、愚かな個人の数を少なく見積もっている。与えられた、ある人が愚かであるという可能性は、その人に備わっている他の、どの特徴からも独立している。死益を受け取るか、さらに悪いことにその過程において、 自分自身に損害を引き起こすことなくある人が、他の人、または、人々のグループに損害を引き起こすならば、その人は愚かである。愚かでない人々は、いつも愚かな人々の有害な可能性を過小評価、する。彼らは絶えず、いつでも、どこでも、どんな状況でも、愚かな個人に対処したり、交際したりすることが常に、損失の大きい間違いを構成しているということを、 忘れている。愚かな人は存在する人間の中で最も危険な種類の人である。エリック・バーンは愚かさのゲームを論題私は自分自身の不器用さとうどんに対してあなたと笑いますのように表した。彼は他の人々の期待を下げることの有利な点を指摘し、そしてそうすることで責任や仕事を逃れる。しかし、それでもよく知られている馬鹿な 若い息子のように圧力の下で切り抜けるだろう。ウィリフレッド・ビオーンは、東映が何か、新しいことを学ぶことに対する障害を形成し、そしてそれゆえにそれ自身の偽りの愚かさを形成すると考えた。オット・フェニケルは、大多数の、いわゆる精神白弱者が、抑制によって条件づけられた偽りの弱者であったことがわかり、すべての知性は、 情動的な動機がそれに対して働きかけたときに弱さを見せると主張した。また彼は、つまり、人々は、彼らが理解したくないとき、理解が心配や罪の意識を引き起こすところ、または既存の神経症的な平行を危険にさらす、ところでは、その場しのぎの愚か者になると提唱する。むしろ他の仕方では、ドリスレッシングは、知識人のような愚か者はいない。 ある種の賢いぐどんは、経験に関係せず、頭の中で一連の論理から育ったと主張する。ロマン主義の啓蒙の知恵に対する反応の中で、ウィリアム・ブレイクの、もしバカなものが、愚行に固執したならば、彼は賢者になるだろうという言葉や、カール・グスタフ・ユングの、愚かになることは、一切の技巧を必要としない。すべての技巧は、愚鈍から知恵を取り出すところにある。 愚鈍は賢者の母であるが、聡明は決してそうでないという言葉のように、非合理なるもの、愚かなるもの、愚鈍なるものを評価する動きが現れた。同じように、ミシェル・フーコーは、明晰なカテゴリーが排除するものを再接続し、サインの他性を取り戻すための愚鈍の必要性を議論した。人が投票に行きたいが投票が何を意味するかを理解するには、 無知すぎることを示す表題のついた南部での人頭税の廃止の批評の社説で使われるアルフレッド・ E ・ニューマンの絵文字記述報道消しやおどけ者はたくさんの喜劇において中心的人物である。オール報道はグドンに基づくユーモアは他のいくつかのユーモアと比べるとより複雑な社会で広く用いられていることを発見した。シェイクスピアの喜劇へのいくつかの分析によって その作品の登場人物たちが相互に矛盾した立場を保つ傾向があることが分かった。これは注意深い分析の不足を示すので、それは登場人物の側での愚鈍を示す。今日、ザ・シンプソンズのような愚鈍を披露する多数のテレビ番組がある。間抜けな喜劇は俳優レスリー・ニールセンに象徴される単純でおどけたユーモアに注意を向ける。 普段についての英語の最初の本は1932年に書かれたウォルター・ピットキンによる A short introduction to the history of stupidity だった。メリルリック・チャップマンが2003年に書いた inserch of stupidity over 20 years of high-tech marketing disasters によると inserch of excellence 広大エクセレントカンパニーは疑問であることが分かったけれども インサーチオブ・ストピデティは本物であり、そして罪人を保護するための名前の変更はなかったと、ある評論家は言う。ストピデティは、アルバート・ネレンバーグによって監修された2003年の映画である。それは、現代社会やマスメディアでの愚鈍の例と分析を描写し、恋の無知が、政治や娯楽の領域において、ますます成功への戦略となった展望を探求しようとした。 ダーウィン賞は、抜群に馬鹿げた仕方で遺伝子急減から消えることにより、人類の長期生存を確実にする人々に敬意を表す。ワールドストピデティアワーズは次のカテゴリーに授けられる。生命、状況、流行、達成、人、映画、マスコミ報道である。技術の初期の形成に当てはまることして、解雇的に使われる。例えば、 より現代的なスマートフォンやコードレス電話に相対して2、5G 携帯やポッツや非コードレス電話でさえスキューピットーに当てはまる。ありがとうございます。